大浜スクネ、あるいは安住の大浜は、日本書紀などに伝わる古代日本の豪族。ただし、安住の蓮を指定されたのは、大浜スクネの子、浜子の時代とされるから、大浜スクネの時代は、安住の蓮の姿勢は、未発生である。古事記には彼に関する記載は存在しない。発祥の地は、和名類受賞によると、筑前国かすや軍、日号から、 安住のノ号にかけての一帯と言われており、大和政権に帰属した段階で、摂津国に拠点を移している。古事記、日本初期のイザナギの命のファンセンの国から帰った、溝木の場面で生まれた渡積神の神をしそとしている。新先生四六には、渡積面積豊玉彦美子ホタカみ命の後なりと記されている。大浜宿ネは、勝美ス宿ネの子として生まれ、弟に、 本海宿根、海、犬飼市の祖である、オバマ宿根がおり、安住の蓮の祖である浜子と、安住の犬飼蓮、真剣監視の祖である前島子の西がいる。父の勝美宿根は、非善国風土器に見える、ムカデアシニの子である。日本書紀巻十によると、王神天皇3年11月に、諸書の天、来て、命に、十はず。すなわち安住の蓮村寺の祖大浜宿根を、 剣して、その、平らぐ。よりて、快忍のサイトス。ゆえ、俗人のことわざに、曰く、サマーマというは、それぜの縁なり。いて、命に従わなかった。あずみの連の先祖大浜の宿根を使わして、その騒ぎを平定された。それで漁民の統率者とされた。時の人のことわざに、サマーマというのは、これが元であるわけ、うじ谷たけしとある。その後、 王神天皇5年8月13日に諸国に命令して解任部と山守部を定めたとある。古事記にも同様の記述がある。これは安住野氏が海譜の友の宮津子となった由来を説明したものであり、安住野氏の天野統率者としての立場が公的に認められたことを示している。さらに、サバメくという表現であるが、上をそしり、 わけのわからぬ言葉を放つという意味であって、非全国風土器のこの島の白水楼は、要望、ハヤトに似て、久しに記者を好み、その言語俗人に異なり、とあるのとも対応している。これは、漁業と航海に従事する、海辺の民である、海人の言語が、支配者層とは異なる、異民族のものであったことを示しているのではないか、と、眉積行動は述べている。また、 筑前国風土器一文には、カスヤの軍、鹿の島に関する以下の物語がある。沖縄たらし姫野村が白木へ向かった際に、船で夜に停泊し、陪身の大浜に直令を出して、火を探し求めさせた際に、早くに手に入れられたので戻ってきた。それを、同じ従者の大浜が、近くに家があるのかと尋ねたところ、この島は、 ダノボルの島といったものを、名生って、地下の島と呼んでいる。この城から、大浜宿根は、弟の小浜宿根と共に、神宮皇后の白木遠征にも従軍していることが、わかる。その後、王神天皇の子である、仁徳天皇法御後に、大浜宿根の子である浜子は、淡路島の解任集団を活用し、住吉中積子を担ぎ出して、クーデターを起こすことになる。 ありがとうございます。